ボンザローネは DOC ワインで現在モンテサンピエトロ市にあるボローニャのワイナリーであるテヌータ・ボンザラによってのみ生産されています。テヌータ・ボンザラは DOC および DOCG エリアにブドウ園を所有しています。今日、ワイナリーの所有権は戦後最初の期間に高貴なガラニャーニケからワイナリーを購入したランベルティーニケに起因しています。ガラニャーニケは1464年に 近くのクレスペラーノに定住し、地元のワインの伝統を続けていました。ワインは100%厳選されたカベルネソビニョンブドウで作られています。このワインはボロネーゼの丘とエミリア・ロマーニャの最高級のワインの一つです。収穫前と収穫中の両方で、ブドウ園で慎重な選択が行われます。このため、生産量は限られており、年ごとに異なります。 ボンザローネワインの名前には歴史的な由来があります。中世以来、この名前はドウ栽培に専念する農地の所有者を示していました。その後、この名前はボンザラ山の隣のボロネージヒルズの特定の地域でのみ生産されたワインを示し始めました。このエリアはサンキエルロと呼ばれています。ウルビーの大学言語研究所、レニトラバッソによって研究された。 この用語は、ラテン語のルーツを持ち、その語源はおそらくボンスラブの、ルート南アフリカランドイコールオートクラットに、由来します。ソブリン。従って、ボロネーゼヒルズの、グッドソブリン。種、ね、ボロネーゼの丘の DOC カベルネソビニオンブドウ、100%カベルネソビニオン土壌の型、粘土なのと石灰岩の設置育種の体制、エスパリアンドコードントレインドスパー プルーンドヘクタールあたりのブドウの収量、70金ブドウの収穫、手動ドウの収穫の期間、9月下旬から10月上旬ワイン、作り、構成容器での発酵と24摂氏26度の温度で約30日間のマセレーションマロラクティック発酵、行われた洗練、フランスのタルで12ヶ月。その後、18ヶ月間のボトルアルコール含有量、14.5%、色、 激しい深いガーネットレッド。香水、複雑で活気があります。総本と胡椒の提案で、森の香りを思い出す。まだ土っぽい、ノート、ルバーブ、プラム、ユーカリ杉、タバコ、チェリーのアルコール。味、フルでドライ、調和が取れていて、当然タンニックで、赤い果物と肝臓のヒントがあります。提供された時のワインの温度、18摂氏20度、伴奏。 手の込んだ、最初のコース、赤い肉、熟成したチーズ。94、100ワインスペクテーター2001、3グラッシーズガンベロロッソ1996から1997から2005、インターナショナルワインチャレンジ2005、インターナショナルワインスピリットコンペティション、ブロンズアワード2004、5バンチズデュエマラビーニ AIS1996、80、 100ルカマロニーイヤーブックオブザベストイタリアンワインズ1996から199786100ルカマロニーイヤーブックオブザベストイタリアンワインズ200587100ルカマロニーイヤーブックオブザベストイタリアンワインズ2013ゴースインターナショナルエノロジカルコンペティションザセレクションオブザメイヤー2006シルバーメダル 2004AIS エミリアロマニアトゥードリンク &2012 年 2009年の卓越性の言及4本のネジガイドバイ TAIS イタリア2021ありがとうございます。